津軽岩木スカイライン入り口津軽岩木スカイラインの空中写真連続するヘアピンカーブで斜面を上る形状であるのがわかる。右側の駐車場が8号目。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成津軽岩木スカイラインは青森県弘前市にある一般自動車道事業による有料道路である。南バスの子会社の 株式会社いわきスカイラインが管理、運営している。青森県で初めての有料道路として開通した観光、登山道路で、地元では津軽富士とも呼ばれる津軽地方最高峰のいわき山を、麓の羽黒温泉号付近から八号目まで結んでいる。延長は9 8トルで、途中に69個の連続するカーブがあり、自動車で八号目まで行くのに、 片道約30分ほどを要する。道路交通法による一部車両通行規制として、自転車や 125cc 以下のバイクでは、通行できないほか、11月上旬から4月下旬頃まで、積雪のため冬季閉鎖され通行止めとなる。津軽岩キライン公式マスコット、ポンタ君は、職員が沿線で目撃したタヌキがヒントとなって、考案された。なお、 名称は公募され、選ばれたものである。東道路を利用したヒルクライム競技、チャレンジヒルクライム、岩木山が2001年より実施されており、開催時は競技専用となり、通常の利用はできなくなる。ルート上に69個のカーブがあり、ふもと側の序盤の緩やかなカーブを3カ所抜けたところに、料金所がある。料金所から山頂までの間のほぼすべてのカーブは90度以上に、 曲がる。35番カーブは緩やかであるが、36番カーブ以降の山頂までのカーブは、ヘアピンカーブとなる。周辺は、ブナの原生林に囲まれて、100メートルほどの直線道路と同程度の半径のカーブが連続して続くため、岸感が強い。通行料金は普通車1830円で、冬季閉鎖期間は11月上旬から翌年4月。 下旬まである。青森県の津軽平野に独立法としてそびえる岩木山は津軽国定公園にあり、古くから小山山系の監修など山岳信仰の山として知られている。山裾のスカイライン入り口付近以外は直線がほとんどなく、連続する69ものヘアピンカーブで山の南西六斜面を登っていく。道路沿線はブナの原生林の中を走り抜けるが、 高度が増すほど、まさきや津軽半島の権限岬を望む展望が、開けてゆき、八号目の登山口や登山リフト、岩木山頂駅前の駐車場に到達する。その道路の標高差は、約八百メートルほどある。八号目駐車場付近から見る眼下の津軽平野と、日本海の眺望は相関で、七里長浜、権限先や十三湖、さらに天候が良ければ漁費先や北海道まで。 遠望することもできる。なおこの岩木スカイラインが運営するリフトは岩木さんの8号目から9号目まで運行されていて9号目の鳥海噴火口駅まで登山利用することができる。自動車路線バス岩木スカイラインに関するカテゴリありがとうございます。